10500ンチュの標準液濁度は、水の濁りの程度を表すものである。実 k 0101に、定めがある。生成水1リットルに対し、標準物質であるカオリンやホルマジン 1mg を、含ませ、均一に分散させた、懸濁液の濁りが、濁度1度と定義される。この標準液と資料とを比較することで、資料の濁度を決定する。 この時用いる標準物質によって濁りの状態は異なるため、どのように物質を記述する必要がある。一般に、カオリンよりもホルマジンの方が粒子の均一性に優れているため、ジスケ0101やジスケ0801ではホルマジン標準液が採用されており、単位はホルマジンダクド単位、フトゥが用いられる。 アメリカで用いられている濁度の単位である、比濁方濁度単位、うんちもホルマジン標準液に基づくものである。一方、日本水道協会の浄水試験方法では、香りに標準液が採用されている。濁度は、さらに細かくは、四角濁度、透過光濁度、産乱光濁度、積分球濁度など、測定原理によっていくつかの種類に区分される。 測定法も透過光測定式、散乱光測定式、表面散乱光方式、これらの複合など複数の方式がある。それぞれ測定可能範囲や影響を受ける要素が異なるため、状況や用途によって使い分ける必要がある。ありがとうございます。